中国政府安倍首相にビビりまくり G7 に香港の一国二制度を維持しろと共同声明を提案で現在日本政府が G7 の各国に対して香港の一国二制度を維持するよう共同声明を出すことを提案していることについて安倍首相が国会にて次のような発言をいたしました 一国二制度を前提に考えていく日本が G7 の中で声明を出していく考えのもとにリードしていきたい G7 は自由民主主義人権法の支配といった普遍的な価値を共有する国々が集まり世界をリードしていくということに大きな意義を持っているとなっておりましてそれに対して本日中国外務省の報道局長が記者会見にて 日本側に重大な懸念を表明したと日本政府に抗議したと発表しましたさらに香港への国家安全法の導入は完全に中国の内政に属しいかなる外国も干渉する権利はないと主張しておりますがこのように中国政府が馬鹿正直に反応しておりますので効果があるとすでに 証明されました日本政府は既に対北朝鮮の背取り監視においても G7 の各国をまとめ上げておりますので同じように対中国でも連携するべきでしょう中国側はこの香港に対する国家安全法の導入について内政だと主張しておりますが香港返還の国際条約において50年間は 一国二制度の高度な自治を実施するよう規定されておりますので、この国家安全法の導入によって、一国二制度が高度な自治が崩壊し、国際条約が保護にされてしまったため、香港返還自体が無効となると見られております。日本政府には今後も 中国政府が引き起こしている様々な問題について中国の問題を目前で目の当たりにしている国として今後も世界中の国々を牽引してまとめ上げていただくようにお願いいたします以上になりますご静聴いただき ありがとうございました。